って、人んちの庭先に入って、アジの干物を頂戴していくと。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、とりあえず、お使いも終わったし、自分の家に帰ろう。自分の家はどっちだ？こっちか。こっちの方向やね。なんか、とりあえず、撮影が終わってからしばらく放置しとったけどさ、全然時間経過してないけん、多分イベントとかがないと経過せん感じなんかな。それか今はまだとかそういうことか。ここか自分の家。ただいま。買ってきたよ。ありがとう。おかえりなさいやりな。こんな暑い中ありがとうね。はい、これでバッチリでしょ。どうぞ。卵と牛乳をお母さんに手渡した。え？うん、これこれ。ありがとう、アユナ。にゃーん。アユナ、俺っち歩き疲れたにゃん。早くゴロゴロしたいにゃん。もう十分してるじゃねえか、ゴロゴロ。そうだね。じゃあ部屋に戻ろうか。あら。そういえばさっき近くでね、ふみちゃんと会ったわよ。ふみちゃん？こんな暑い日なのに、あの子も元気ね。やっぱり子供は元気が一番よね。お、これは出ていくんじゃ。俺ちょっと外で遊んでくる。にゃにゃ。さっきと言ってることが違うにゃん。早く部屋に戻りたいにゃん。戻れよ、じゃあ一人で。ゴーゴー。何言ってんの。夏は暑いのが当たり前。さ、外で元気に遊ぼう。急に元気に。あら、とってもわかりやすい反応ですこと。ジバニャンがうなだれている。いいね。やっぱりこんな日は外を歩きたくなるよね。言っとることがコロコロと。ふみちゃん、こっちじゃないね。こっちやね。ふみちゃんはこっちか。あ、なんか落ちとる。これは稲妻ブラック。あ、ごめんなさい。稲妻ブラック。要はブラックサンダー的なものってことよね、きっと。あれ？どこだ？なんか通り過ぎた、私。あれ？なんか遠くなったよね。どこ？こっち。あれ？あ、あれだ、ふみちゃん。ふみちゃん。いた。あ、あれ？もしかしてふみちゃん？いやー、こんなところで会っちゃうとか偶然だね。しらじらしい。アイナくん。あれ？偶然？ここ私の家の前なんだけど。あ、そうだよね。もう俺ってば何言ってるんだろう。かわいい。アイナ、完全に上がりまくっちゃってるにゃん。でも、アイナくんに会えて私嬉しいな。うわー、アイドルだな。やっぱりかわいい。実はね、私、アイナくんに会いに行こうと思ってたの。え？なんでなんで？それは、アイナくんにどうしても伝えたいことがあって。伝えたいこと？それってまさか、愛の告白？うわぁ、どうしよう。違うと思うけど。あ、ふみちゃんから料金が。アイナくん、後ろ後ろ。そうか、その可愛い感じも妖怪のせい。アイラくんどうしたの？私の話、興味ない？だってオーラ出すぎやん。そんなことないよ。ちょっと！何なの？別に変なとことかないんですけど。しかし、今確かにふみちゃんから容器が。うわぁ。アイナ、後ろ、後ろ！あれ？アイナくん？そっか。私のつまんない話なんか聞くだけ時間の無駄だったもんね。ほら、ちょっとサーチしてみようって。いやいやいや、そんなこと全然ないから。本当に邪魔しないでよ。今とっても大事な話をしているんだからさ。あ、怖い怖い。またふみちゃんから容器が。絶対遊びよりやん。はいはい、すごいすごい。そもそもなんでふみちゃんから容器が。じゃあ、妖怪ウォッチで周りをサーチしてくださいな。それで全部解決しますから。何がついとんやん。あ、なんか。おぉ！ふみちゃん自体がってこと？あ！そういうことや、モノマネキンを見つけた。全
然ふみちゃんですらなかったんやね。マネマネキンキン。ふみちゃんが妖怪？ほら見てごらんなさい。我々が言った通りじゃありませんか。ふんどし。この妖怪はモノマネキン。人に化けてモノマネをする妖怪でウィス。バレちゃったか。バイバイマネキン。なんだ、初めて見るな。ああ、モノマネキンのやつ逃げちゃったにゃん。ウィス。アイナくん、どうします？追いかけて殺しめちゃいますか？いや。今はそれどころじゃないよ。俺にはやらなきゃならないことがある。何？ウィス？それって何です？よし！本物のフミちゃんを探し出すんだ。このままじゃ俺は折れない。え？家とかじゃない？ウィス？ちょ、アイナくん？行くぜ！フミちゃん、待っててね。君のことすぐに見つけるから。家でゴロゴロしてるとかじゃなく、アイナのやつ、やけになっちゃってるにゃん。ふみちゃんを探そう。ふみちゃん絶対見つけてみせるから。ほいチョコボ。にゃーんか必死すぎて引くにゃん。行かないであげて、かわいそうだから。え、てかどこ？こっち。ちょっと待って、なんかマップばっかり見よったらさ、アイテムを普通に拾い損ねていきそうな感じが。なんか、青い人のマークと緑の人のマークが何なんやろ。緑のやつはあれかな、サブクエストとかそういうことかな。この人やね。別に何の吹き出しが出とるわけでもないけど、何かしらあるんかな、やっぱり。あれってかこれ、違くね？違わんかな。え、違うよね、やっぱり。ちょ、待って。あ、この先に行けない。この先に行けない。待って、どこ？は、アジな干物。めっちゃいろいろとゲットできるね。いいやん、いいやん。どて？あ、ふみちゃんや、あれ。いた、いた、本物？あ、アイナくん、こんなところでどうしたの？いやー、偶然ふみちゃん見かけたから、ちょっと何してるのかなと思って。にゃーん。めっちゃ探し回ったくせによく言うにゃん。いやいや。まあまあ、ひとまず暖かく見守ろうじゃありませんか。ところでふみちゃんこそここで何かしてたの？何って、ただのお散歩だよ。結局オーラはめっちゃ出てんだな。夏休みの宿題やったんだけど、息抜きに外を歩きたいなと思って。よし！可愛いだけじゃなくてしっかりしてる。ということは。本物？うんうん。間違いなく本物のふみちゃんだ。マネ？どういうこと？マネっつったよ。にゃ。マネっつったよ。その話し方はもしかして。いっけねー。うっかりミスー。くぅ、騙された。どんだけだよ。次はバレないようにするもんね。ということはまた。アイナくん、あんまり落ち込まないで。大丈夫。今度こそ本物のふみちゃんを見つけてみせるから。めげないな。行くぜ！さあ行こう、本物のふみちゃんを探しに。にゃー、ある意味たくましいにゃ。ゴーゴー。どんだけふみちゃん探してんねん。ふみちゃん、俺はここにいるよ。すごい執念でウィス。どこだふみちゃん。危ない。よーし。こっちの方向か。そして、人んちの庭先に入って、アジの干物を頂戴していくと。それ、そこの家の人が干してんじゃないの？違うの？はい、キュウリ。あ、学校におるってこと？桜第一小学校。そっか、小学生なのか。ほら、学校の中におるやん。部活か何か？あ、ふみちゃん。おったおった。今度こそ本物。あ、あれ？そこにいるのもしかしてふみちゃん？うわぁ、ほんと偶然だね。また偶然とか言ってるにゃん。ほんと白々しいにゃんね。偶然あったねパターンの挨拶がもうネタ切れなんですよ、きっと。いや、これは偶然っていうレベルを越して、もう運命だったりして。あ、この怪しい気配はもしかして。
キンキン。やーい、また騙されてやんの。またまたモノマネキン。マネマネ。いやいや、3回も偶然な感じの話しかけてくるとか超ウケるんだけど。もういい加減にしてよ。こうなったらバトルで追い払ってやる。なぜ最初からバトルをしなかった。まあ、向こうからしたらね、どんだけ偶然な感じの話しかけてくるんだよ、気持ち悪いってなるよね。確実に。はい、バトルスタート。ウォッチャーや妖怪たちが持つ妖力の源、それが妖気パワー YP です。ウォッチャーは Y の攻撃で YP を消費します。 YP が0になると攻撃できなくなりますよ。しかしご安心を。そんな時は ZR 長押しで妖気吸い取るでウィス。妖気吸い取るを使うと敵の妖気を吸い取り、自分の YP を回復できるんです。ただし相手にある程度近づかないと妖気吸い取るができませんので気をつけましょう。攻撃と妖気吸い取るをうまく使い分けるのが妖怪ウォッチャーを使ったウォッチャーの戦い方ですよ。いやいつも攻撃は攻撃いいね。ネットワール、おお、吸い取ってる吸い取ってる。いい感じに攻撃してるんじゃないですかね。吸い取る。お、拾える拾える。何拾ったんかよくわからんけど、かわいい。ビッグタンク最後の一撃、トップアタッカー、技の名前かな。お、ハンバーガーゲット。ちょっと、もうモノマネキンってば。ふみちゃんのモノマネしすぎだよ。てか俺っちたちまで巻き込むのやめろにゃん。あーてね、そうそう、今回みたいに振り回されたら周りはいい迷惑でウィス。まねえ、わかったよ。はあ、君と遊ぶの楽しかったからもっと夫婦ごっことかもやりたかったけど。でも私たちまだそんな仲じゃないもんね。え、まだ。今度会う時が楽しみね、未来のダーリン。目の前で化けてんだから騙されんのよ、おい。あいつ最後までふみちゃんの姿でアイナのことからかいすぎにゃん。いやいや、心配ありませんよ、一番にゃん。あんなモノマネくらいでアイナくんは。今度会う時は夫婦ごっこってことは、ふみちゃんが未来のお嫁さんに。いいなぁ、それ。超憧れるんですけど。なんでー、マジでその気になってる。ちょっとしっかりしてくださいよ。こんな姿、本物のふみちゃんに見られでもしたらどうするんですか。というところに、あ、来た。アイナくん。本物。あ。今日はそっとしておこ。見られてたー。察知したんかと思った、ふみちゃんの気配。ウィス？おや、妖怪パッドに着信でウィス。どうやら新しいニュースが入ったようですね。なになに？これはどうした？うるさいにゃんね。一体どうしたにゃん？衝撃スクープ。大森山に妖怪たちが大集結。その先にはまさかのお宝が、という記事が。大森山？どうしてそんなところに妖怪が集まってるんだろう。行きますよ。これは気になりますね。では早速大森山へ。悪いんですけど。そんなの別にどうでもいいにゃんよ。だぞ、これ。黙れ、この地場野郎。気になるったら気になるんだよ。いいね、ウィスパーのその感じ好きよ。ウィスパーってお宝の話となると性格変わるんだよな。あ、気になるといえばアイナくん。さっきこんなアプリを入れておきました。ん？ウォッチスキルアプリを手に入れた。なんと、これを使えばアイナくんをウォッチの力でパワーアップできるみたいですよ。一時的に、ずっと。さっきみたいに妖怪とのバトルに備えて、いろいろと準備しておきましょう。そのアプリで俺がパワーアップするの？なんかちょっとかっこいいかも。ありがとう。使ってみるよ。ありがとう、ウィスパー。妖怪ウォッチによって引き出されるウォッチャーの能力、それがウォッチスキルです。妖怪パッドのウォッチスキルアプリで、様々な技やスキルを覚えることができますよ。ウォッチスキルには、陽、勇、愛、心、義、体の6つのタイプがあり、それぞれ異なる特徴があります。ウォッチスキルを覚えるときには、まずはアプリから6つのタイプを選びましょう。次に、覚えさせたいウォッチスキルを選んで、A を長押しすれば、ウォッチスキル習得でミス。ああ、そういう感じ。あれやね、デドバイみたいな感じやね。ただし、ウォッチスキルを覚えるためには、ウォッチポイントが必要です。ウォッチポイントはレベルアップで少しずつ手に入りますので、よく考えて使いましょう。また、新しい妖怪と友達になった時にも、ウォッチポイントを少しゲットできますよ。ウォッチャーを鍛えつつ、いろんな妖怪を探すのが、たくさんのウォッチスキルを習得するコツです。
ウィス。ではでは本題に戻りまして、妖怪たちの大集結、これはビッグウェーブの予感がビンビンします。ウィス。この波に乗り遅れないよう、私たちも大森山へ行ってみましょう。ジバニャン嫌そう。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれやね、なんか牧場物語とかしよるけんか知らんけど、一日長いね、だいぶ。全然終わらんやん。まだだって昼過ぎぐらいやろ。やば。